どうも、シャーペンです。今回は、今ツイッターでちょっと炎上といいますか、話題になっていることについての話ですね。それが、ヤババゲームの、不正疑惑についてのことですね。で、おそらくことの発端のツイートは、これですかね。はい。まあ、お名前と ID が隠れてますけど、ツイートの文面とともに、画像が、21日、の、まあ、ヤババゲームの結果が書かれてまして、で1位が 4.2 秒なんですけど、この友人の方が出した記録が、21日に、まあ、3秒出してると。もう完全に記録が抹消されてますよね、これ。こう見ると。で、このツイートがなんか8000リツイートぐらいされてましたね、もう。かなり燃え広がってる感じですかね。まだこの方も結構最近にツイートされてるんですけど、4.1 秒を出してるにかかわらず、まあ、これじゃ日付書いてないかわかんないですけどね。日付が書かれてないんで、本当に21日かわかんないですけど、これについて問い合わせをしたんですけど、返ってきたメールは、不正な利用状況が確認されたため、当選無効といたしました。なんで不正なのかっていう理由を教えてくれずに、まあ、ただただアウトと。こう見ると完全にね、運営が不正をしてるんじゃないかって思っちゃうんですけど、まだね、断定できないんですよね。そう、このツイートしてる人が不正をしている可能性も十分あるんですよ。まあ、なんかね、画像を解析して、あるらしいんですよ。その、タモリさんの画像を解析して、自動で押してくれる機械みたいなツールがあるらしくて、まあ、それを使用した可能性もありますし、今のところ記録見るとね、1000万なんで、この方たちは本当だったら。まあ、これについてちょっと騒げばというか、自分にやましいことなければね、騒げば、勝てる可能性は高いと思うんですけどね。ツイッター見る限り全く動いてる感じはないんで、これもちょっと怪しいかなと思っちゃいますね。ツイッターで言わずに、裏でこっそりと動いてる可能性はありますけど、証拠もないんですよね。不正をしてない証拠もないですけど。不正をしてる証拠もないですけど、不正をしてない証拠もないんで。まず4秒でいけるもんなんですかね。普通に、僕で、無理だと思うんですよ。3秒か、この方は。3秒、まずランダムで押しても無理な気がするんですよね。あれなんか普通に同じ顔も押せるらしいんで、3秒で6個押すのって結構きつい気がするんですよね。ランダム押しでも結構厳しい気がする。人間なのかっていう感じなんですけど、まあ、とりあえずそれでちょっとなんか動画とか出してほしいですよ、この方には。練習があるんで、まあ、3秒は無理だとしても、まあ、3秒いけるなら、平均して6、7秒ぐらいは出せると思うんで、まあ、その動画も出したらいいと思うんですけどね。ちょっとなんかね、あんまり不正してないっていう証拠がない気がしますね。まあ、最後は大きいお金がかかってるんで、まあ、ちゃんと注意事項とかはすごい書かれてるんですよ。結構長々と公式サイトに書かれてるんですけど、まあ、結構あるんでね、これにどれかに反してる可能性もあるんですよね。で、ありえそうなのが、19番。本キャンペーン開始時から商品発送までの間にモンスト端末が削除している場合は対象外となります。これに該当しているって可能性があるんですよね。だからね、本当にわからないです。結局まとめると、両方ともね、結局今のところこっち側からわかんないんで、本人しかわかんなくなってるんで、こっち側が関係ない僕たちがとやかく言うとこじゃない気がしますね。まあ、むやみやたらに今叩く段階ではない気がしますよ、ほんと。なんか証拠出たら本当ね、もう叩いていいかもしれないですけど、こういうなんか曖昧な時にいろいろ言うのはちょっと危ないと思うんで、まあやめときましょう。コメント欄にこれについてなんかいろいろ吐き出してもいいんで、まあお待ちしております。よかったらまあチャンネル登録していただけると嬉しいです。こんな感じで、モンストの動画とか生放送とかやってるんで、よかったらお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。